はい、どうもこんにちは、水にゃんです。本日のサブチャンネル、一本目の動画になるんですけれども、ついこの間ですね、逮捕されました、迷惑系 YouTuber のヘズマリュウの弟子をですね、名乗る、川西浩二容疑者なんですけれども、なんとですね、この方、NHK から国民を守る党の公認を受けて政治活動を 行っていいたととうことでございますで川西工二容疑者のですね動画といえばどういう動画があったのかというとですねで毛利元就の像のです、ね、台座に登って像をですね殴るであったり神社のです、ね、鈴縄のところにぶら下がって でコロナで全員死にますようにと祈願したりとか、であとですね、釣った魚を車で引き潰すとか、結構ですね、えぐい内容だったりとかしてるんですよね。で、まそのですね、川西おじいさ者なんですけれども、なんと最終的にはですね、墓地で外場を振り回すなどして、 で、えー、山口県警防府署の方にですね、礼拝除不計容疑で、えー、逮捕、えー、されたということなんですけれども、えー、この方ですね、えー、最初の方の動画がですね、2019年8月に NHK から国民を守る党公認規模、えー、川西公二自己紹介という、えー、動画を上げています。で、 まあ川西浩二容疑者はですね NHK から国民を守る党の立花隆さんを尊敬しているということみたいですねで、まあ、その立花隆さんからですね気に入れられて NHK から国民を守る党の公認を得るためにで無職だったのが選挙資金を貯めるためにでアルバイトを始め 実際 NHK から国民を守る党のですね、ボランティアとかに参加をしていたと。で、2020年の4月に松山、高松市のね、市議会議員選挙の公認をもらって、で、政治活動の方をやっていたんだけれども、ね、で YouTube で炎上商法に手を染めて、 でそれで結局ですね、えー、NHK から国民を守る党公認で選挙を出るんではなくユーチューバーとして、えー、頑張りたいということで、えー、松山市そして、えー、高松市の、えー、公認を辞退したと、えー、いうことみたいです。 で、まあ、これね、まあ、見ていてすごいわかりやすいのが、まあ、このね、えー、川西工二容疑者なんですけど、こう、多分、自分探しの旅をしていたわけですよ。で、NHK から国民を守る党に、えー、公認もらって、で、それで、N 国党を公認ということで、えー、ワンチャン炎上ができて、で、それで YouTube に動画を上げたら、それがバズって、で、 YouTube の、えー、動画広告収益をね、えー、たくさん得れて、で、それで、えー、有名になれるんじゃないかというような意図があったと思う。で、まあそのね、えー、やっぱり彼自身は最初、まあ、無職だったわけじゃないですか。で、無職で、で、それから、じゃ NHK から国民を守る党に、えー、参画をして、で、NHK から国民を守る党の 公認得てで政治家になりたいということなわけなんだけど、まあ、彼の根本的なメンタリティーとしてはやっぱりそう有名になりたいと、えー、いうことですよねだからヘズマリの、えー、弟子を名乗ったしで、えー、尊敬する人は立花、えー、隆さんということでで N 国党に、えー、参画をすると、えー、いうことになった。 で、彼自身は、じゃあ果たして、じゃあ政治活動を政治家になりたいのかと言われたら、そうではないと思うんだよね。で、NHK から国民を守るとの中に入って、で、そこで自分探しをしたかった。自分を見つけたかった。自分の人生を大きく変えたかったというところがあるはず。だって今までさ、こう無職だったわけじゃん。で、それで、 えー、選挙資金を貯めるために、えー、フリーターに、えー、なってで YouTube も、えー、やるでやっぱり YouTube って再生回数を稼いだりとかでチャンネル登録者数がバッてこう伸びたりとかしたらもう大金持ちになれるわけですよでそれこそ、えー、サラリーマンの、えー、平均年収の何倍も何十倍も、えー、稼ぎ出せる 可能性がであるものが YouTube だったりとかするわけで,で彼もねこう今までのこう自分のこう,うだつが上がらない人生というのがどこかでその一発、えー、変えられるんじゃないかとで思ったでそれが、えー、政治家であったりとか彼の中では YouTuber であったりとかでそういうものだったんだろうなというような、えー、気が増していますで まあ彼にとって、で、政治家になる、ユーチューバーになって有名になるっていうのは、自分の人生ガラッと変えたい。で、自分を見つけたい。で、承認欲求を得たい。もうこれだね、こう3点のこう目的以外なかったと思うんだよね。だからこそ、なんか N 国に近づいたんだと思うし、で、N 国にこう参画して、で、N 国であったらこう敷居が低いから、 自分のことを、えー、受け入れてくれるのかもしれないと。で、えー、立花隆さんだって、えー、当初、ね、えー、どん底にいたけれども、えー、国会議員になって、で、国政政党の党首にもなったんだと。いう、そういうなんかね、えー、立花隆さんに、え、憧れた部分もあったんじゃないかなと。だから、まあ、川西浩二容疑者って、人生を踏み間違えたよねって。完全に。 ね、普通に YouTuber をやっていたらいつしかそのねえ目が開いたのかもしれないけれども、ね、彼自身が興味を持ったのが NHK から国民を守るとそしてヘズマ流そしてヘズマ流に習って炎上商法をやるで立高隆さんに習って炎上商法をやるとで、そういうところに行ってしまったわけね。 で、まあ、ユーチューバーとして、じゃあね、再生回数稼ぐために、彼がね、えー、やろうとしたことが、人を不快にさせて、で、炎上して、で、それで、えー、最終的には、えー、逮捕ということになっちゃったわけ。だから、まあ、その、彼はね、まあ、何がやりたかったのかって言ったら、まあ、本当になんか政治家になったりとか、で、人気のあるユーチューバーになって、 人生変えたかったんだろうね。ただ人生を変えたかった、その手段が人を不快にさせたりとか、人に迷惑をかけるようなことであったということですよ。なんで、まあ彼自身ね、まあまだまだこう若いし、で、今回の件きっちりね、えー、罪を償い、そして、えー、まあシャバに、ね、こう出てきたらね、まあ普通に YouTube の活動をやめて、で、 まあ、働いた方が、これはいいと思うよ。YouTube で生きていくのってのは、そんな楽勝なものじゃないし、で、楽勝な道を選ぼうとすると、ね、失敗するというふうに、えー、僕は思っています。ということで、まあ、本日の動画なんですけれども、まあ、NHK から国民を守る党の元ね、関係者の、元公認候補の人がですね、 まあ逮捕されたということで、まあ、こういうことがあったよねと、なぜ、えーね、彼はそんな道に走ったんだろうという、ねえー、考察をさせていただきました。以上、ミズニャンでした。じゃあね。